はい、ジャン君、おはようございます。日が入り始めましたよ。もうすぐぬくぬくだから、今日はすごくあったかい日になるそうです。ジャン君、ホカペを日が出たら消そうかな。パパとママはこれから散歩行ってきます。割と早く帰ってこれるようにするからね。ポンちゃん、ポンちゃんも朝ひとしきり暴れたよね。よいしょ、ポンちゃん、はい、はいはい、ポンちゃん、撫でるの、撫で撫で好きになってきたしね。相変わらずピント外すけどね。ピクミン、ピクミンが花を咲かせるのか。あと40本のなんとか植えを済ますと咲きますが、今回はまだもうちょっとかな。もう一回戻ります、ここへ。実際の街の中に、花の咲くポイントがあってですね、そこを、エキスというのを巻きながら歩くと花が咲きました。あ、今咲きました。白いカトレア、これは白いカトレアのエキスを巻いていたから咲いたのでございます。マイファミリーバレンタイン、マイファミリーバレンタイン、はい、そんな、ね、バレンタインデイでーす。ジャン君チョコは食べちゃダメよ。食べないよね。はい、ポンちゃんからポンちゃん、ジャン君へ。これかな、ポンちゃんからジャン君へ。ポンちゃんっぽいでしょ。これは私ですね、コーヒー。そうですね、エレガント、かわいい。そうなの、はい、かわいいんだよね。ジャン君バレンタイン、ハッピーバレンタイン。ジャン君にはあげられなくてごめんね。ポンちゃん、なんか騒がしくなったからなになにって出てきました。そして乗ります。乗ります。あ、温めてくれるの、ありがとう。はい、バレンタインでした。あ、中身は見なくていいの。そうですか。これも開けたいけど、ポンちゃんが中も可愛いんだよ。よし、ポンちゃんっぽい黒猫ちゃんのやつ。よし、あれね、これはこんな感じです。可愛い。はい、これは、あ、これも、これもニャンコです。あ、ね、猫、ニャンコがくるりんってしてる。こんな感じの、なんだろう、味が違うんだろうね、うん、くるりんくんと。このこんな感じで、で、こっちが、あ、これ紙開けちゃってもいい、うん、ちょっと待って、切れない。くる、ポンちゃんがくれなくなっちゃった。これはね、完全にね、コーヒー専門のところのチョコでした。あの、コーヒーのチョコしか置いてなかった。うん、あ、前にさ、去年か一昨年にさ、あの缶に入ったさ、なんかカカオの
産地別のやつ買ったじゃん。ああ、なんかあったね。そう、それ、そのメーカーさんとも。え、それ。はい、パンちゃん。それはね、あの、今回は同じだから買わなかった。パンちゃん、舐めたりしないでね。体に悪いよ。はい、踏んでくれたんですね。なるんでちか、ぽいひゃん。これの、あ、取れません。ぽいちゃんが乗ってて。じゃあ、白身。白身。あ、こんなです。なんか全部コーヒー、ほら、コーヒー豆の絵とかで、いい感じでしょ？これは食べさせないっていうことですね、パンちゃん。そうなの、ちゃん、パンちゃん。で、これが。取れない。ポンちゃん、取れない。あ、取れない、ポンちゃん。取れない。あ、ポンちゃんいなくなった。はい、カラフル。はい、はい、ポンちゃんどいてくれたので、ね、全開でーす。なんか大人っぽいでしょ、これ。かわいいよね、うん、大人っぽい。こりゃあ、だいぶ量があるぞ。1週間ぐらいかけて食べた。これはね、もうね、バレンタインの前にね、チョコが食っちゃったんです。食べたくってチョコ。食べちゃったんです。いっぱい入ってなかったからね。うん、はい、もろもろありがとう。